いや、これ悪いんだよ。試合して僕を勇気づけてくれたりとか、本当に、まあ、練習もしんどいし、仕事は人力車やってますね、仲間です。なんかほんまに仕事した後の練習行くのもしんどくて、その後ご飯食べたりしてる方が楽しんちゃうかな、まあ、悪い言い方したらちょっと腐ってました2年間。でもしっかり、ね、野見谷さんの分も頑張るって決めたんで、まだまだこんなとこで止まるつもりないんで、野見谷さんも頑張りますし、またぜひ応援来てください。一応、ほんまに頑張ります。ありがとうございます、今日ほんまに。